安倍貞事件。皆さんは安倍貞事件を知っていますか？この事件は1936年5月18日、料亭の仲居であった安倍貞が店主と不倫関係となり、その男性の首を絞め殺害し、局部を切り取った事件です。安倍貞はどのような人物だったのでしょうか？昭和11年の三大事件とも呼ばれるこのセンセーショナルな事件を追っていきたいと思います。このチャンネルでは世間に大きな影響を与えた事件を取り扱い、そこから浮かび上がってくる社会問題や私たちにできること、そして人としての在り方を見つめていくことを目的としています。チャンネル登録、高評価いただけますと嬉しいです。犯行から逮捕まで。事件が起きたのは1936年5月18日。この日の夕方から荒川区の宿で安倍貞は愛人関係であった石田吉蔵と行為を繰り返していました。石田から窒息プレイを求められていた貞は、もう他の女性と決してふざけないことと凄みますが、石田はこれを笑い、自分が寝ている間首を絞めるなら痛いから今度は止めてはいけないと伝えます。最初は冗談だと思いましたが、石田が眠ると彼女は2回腰紐で彼の首を最後まで絞めました。その後包丁で彼の局部を切断し、雑誌の表紙にそれらを包むと逮捕されるまでの3日間大切に持ち歩きます。石田の傷口からは血が流れ、それを使って貞は自分の名前と石田吉蔵の名前を貞吉二人きりなどとシーツや石田の太ももに書き残しました。犯行の次の日、貞は買い物をし映画を見た後、品川駅前の宿に偽名を使い宿泊。大阪へ逃亡するつもりが、夕刊で各駅に警官が配置されていることを知ります。貞はマッサージを受け、ビールを飲み、大宮五郎、友人石田宛に別れの手紙を書いたといいます。そして5月20日午後4時、高輪署に訪れると、安倍貞を探しているんでしょ、私がお探しの安倍貞ですよとさらりと言った。刑事らは貞の落ち着いた態度に驚いたと証言しています。安倍貞の生い立ち。現在の千代田区神田にある畳屋に生まれた貞は、母親の父の出が悪かったため1歳まで近所の家で育てられました。弟子や職人が出入りする裕福な家でしたが、貞は家族になかなか馴染めず、4歳になるまで家族と会話もなかったそうです。兄や姉と年が離れていたため、末娘の貞を両親は大変可愛がり甘やかして育てたそうです。貞には7人の兄弟がいましたが、長女、次男、三男は幼くして亡くなっており、四男は養子に出され、貞が小学校に通う頃には4人兄弟となります。長男とは20歳以上年が離れており、次女とは17歳、三女とは6歳年が離れていました。貞は母親の勧めで三味線を習い、たびたび新しい着物も買い与えられ、近所でも評判の美少女となっていました。15歳となった貞の家は畳屋の後継問題で揉めていました。兄は常日頃浅草で遊び歩くことが多く、水商売の女性と結婚。三女の姉は自宅にいた職人と結婚し、婿養子にしました。このため貞の兄は両親が妹夫婦に家業を継がせるのではないかと思い、妹夫婦をいじめるようになったのです。貞には家庭のいざこざを見せたくなかった両親は、小遣いを渡し外で遊ばせるようにしていましたが、それがきっかけとなり、貞は大学生に処女を奪われるという体験をしてしまうのでした。大きな肉体的痛みと2日間続いた出血に、貞は涙を流し、母親も大学生の家に抗議に行きましたが、相手にしてもらえず泣き寝入りとなってしまいました。貞が兄のように浅草に行き、不良少年たちと悪さをするようになったのはこの頃からだったそうです。兄からいじめを受けていた三女は家で離婚、出戻りとなった後、今度は近所に愛人を作るなどして家庭内のいざこざは絶えませんでした。さらに父親と兄の後継問題もこじれ、
兄が店の金を持って家を出てしまうと、両親は店を畳んで、次女の嫁ぎ先であった埼玉の坂戸に家を建て、引っ越してしまいました。年頃だった貞は田舎暮らしに退屈し、田舎では目立ってしまうほどに男との交際を繰り返すようになります。それを見かねた父は、そんなに男が好きなら芸者にでもなれ、と仲介人の稲葉正武に貞を売ることにします。こうして貞は芸者の世界へと足を入れることとなりましたが、父親にはこれで男に懲りれば家に戻ってくるだろうという算段があってのことでした。芸妓から娼婦へ、遠い親戚であった横浜の仲介人稲葉正武に17歳で売られた貞は芸者として働くはずでした。この稲葉という人物は一応親戚であったため、貞からは稲葉の兄さんと呼ばれ、事件後も親代わりとなるのですが、貞が22歳になるまでの4年ほど、稲葉は紐として貞に生活の面倒を見てもらっていました。稲葉は当初、貞ちゃんの仕事に不景気なんてないよと言っており、年齢的に座敷では芸者として芸を売る予定でしたが、三味線以外に秀でたところのない貞は役立たずの存在でした。やがて客から体を求められるようになり、貞はそれを嫌がっていましたが、1923年関東大震災の時に稲葉が家を失うと、稲葉一家の生活を支えるために富山県のお店と契約をすることに。店からは豪邸が建つほどの大金を受け取り、稲葉に3分の1の金を渡すと、借金返済のために座敷で体を売ることが増えていきます。また稲葉にお金を渡すために芸者仲間の三味線やキセルなどを盗み、警察沙汰を起こすこともありました。二十歳になる頃、現在の港区に位置する東京芝区で稲葉と同棲生活をしていた貞は、借金をしてまで稲葉を支えることに疑問を感じ、稲葉と縁を切るために自ら娼婦となろうとしますが、契約書が稲葉と連番であったことと、自分で売り込むこともできないため縁が切れずにいました。なんとか稲葉と縁を切るために借金をして長野のお店に移りましたが、そこで貞は性病になってしまいます。これを機に娼婦になる決意をした貞は、母親に稲葉に呼ばいをかけられたことや、稲葉が貞の紐になっていることなどを暴露し、稲葉から連番の契約書を返してもらうことで縁を切ることができました。そして大阪の高級遊郭で売れっ子の娼婦となりましたが、トラブルを起こしては店を変え、大阪、兵庫、名古屋を転々とし、26歳で兵庫に移った時には客層も環境も悪くなり、逃走資金として客の100円を盗み逃げ出した貞は娼婦の仕事を辞めます。愛人生活をしていた20代後半、一時的に坂戸の実家に戻ることもありましたが、遊郭からの追っ手が来たことで実家にいられなくなった貞は大阪でアパート暮らしをしていました。そんな貞のもとに母死亡の電報が届きます。その翌年の1934年正月、今度は日本橋で愛人生活をしていた貞は、父が重病だと知ると10日間つきっきりで看病をし、知人から稲葉の娘が死んだと聞くと墓参りに行き、金に困っていた稲葉のために指輪を売って150円を稲葉に渡しました。それがきっかけとなり稲葉との関係も復活しましたが、何人かいた愛人の一人から婚約不履行で訴えられると、再び逃亡し、今度は名古屋へと移ります。名古屋の小料理屋で働いていたところ、市議会議員で商業学校校長の大宮五郎と出会い交際するようになりました。大宮は貞のこれまでの生活が人の道から外れたことだとし、貞を更生させようと東京中野の料亭吉田屋を紹介します。30代で吉田屋の住み込み女中となった貞は、今度は店主の石田吉蔵と不倫関係になり、二人は石田の妻から逃げるように姿をくらましてしまいます。貞は大宮に嘘をついては逃亡資金を無心し、渋谷、多摩川の宿を転々とします。そして1936年5月18日、滞在するようになった宿で事件が起こりました。
事件の結末。貞は逮捕後、私は彼を非常に愛していたので彼のすべてが欲しかった。私たちは正式な夫婦ではなかったので、石田は他の女性から抱きしめられることもできた。私は彼を殺せば他のどんな女性も二度と彼に決して触れることができないと思い彼を殺したと述べました。局部の切断については、私は彼の頭か体と一緒にいたかった、いつも彼のそばにいるためにそれを持っていきたかったと供述。1936年12月21日、東京刑事地方裁判所は貞を殺人及び死体損壊罪で懲役6年の判決を下しました。事件の概要だけを見ると猟奇的な事件に思えますが、市議会議員だった大宮に迷惑をかけることになるかもしれないと事件後に繰り返し謝罪をしたり、父親が病で倒れた時は付きっきりで看病をし、稲葉には自分の指輪を売ってまで生活を支えるなど愛情や思いやりがあったとも考えられます。貞は私を喜ばせたいという奉仕的な石田が好きだったと述べており、相手に尽くすことが多かった貞にとって石田は唯一愛情を与えてくれる特別な存在だったと思われます。しかし実際は石田は婿養子の女好きで、貞が来る前にも女中に手を出したり女遊びの絶えない男でした。それは貞も同様で、大阪時代には男性と毎日肉体関係を持たないと気がおかしくなりそうだと病院に相談しており、この男性依存、性依存とも捉えることができる貞の相談に対して医師は、鍛錬の本を読むか結婚をすればいいと伝える程度だったそうです。この時に男性依存や性依存に関する知識のもと、しっかり彼女を支える存在があれば、もしかしたら事件は避けられていたのかもしれません。貞は恩赦によって刑期が2分の1に減り、1941年5月に出所。姉や保護団体から迎えられ、最終的には元愛人の稲葉夫妻の家に下宿するようになり、稲葉夫妻が実質的な貞の保護者となりました。社会に与えた影響。茶化されることも多かった安倍貞事件ですが、当時の一部の女性たちの間では愛を求める女性の象徴として神格化され、模倣事件も続きました。模倣犯が出る理由として考えられるのは、同じような状況に置かれた人や犯人の心情に共感する人がいるからであり、そこに本人の資質的な反社会性のパーソナリティが重なることで、歪んだ承認欲求を満たすために同じような行動に出るものだと考えられます。センセーショナルな事件であるため、令和となった今もネット上で当時の新聞記事を見ることができますが、それらの見出しは貞と同じような苦しみを抱える人たちにとっては不快に感じられるものなのかもしれません。人々が興味を持つ限り、過去の事件も含めこのようなことは続いていくのでしょうが、せめて軽はずみなコメントなどをせず、どのように私たちは向き合っていけばいいか、一人でも多くの人が考えていくことが大切なのではないでしょうか。事件に関する考えや感想などコメント欄にて教えてもらえると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。